どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆころです。先ほどねマリウスの動画でルフィを使う動画を上げたと思うんですよ。でも本当にルフィが革命的に強くて、もうなんかぶっ壊れてるんです、ちゃんと。で76ルフィとマリウスが最強だっていうところを上げたと思うんですけど、実は進化後のマリウスだけじゃないんですよ。進化後のマリウスももう完全に運営やってまして、そう、こちらバインドスキブ封印指4色液を使うためで超覚醒スキブ持ってて、まずスキブに火力出せます。スキルが3ターンで落ち込んだし指と自分の攻撃力が2倍、消せないドロップ全回復が3ターンで打てます。これも強いやん、スキルね、指延長に消せない全回復も。さらにリーダースキル、チームソリアリティが26以下の場合全パラメーターが 4.5倍、4色通して攻撃力が7倍、3個も加算と。まずこの時点でね、全パラ 4.5 倍で強いし、火力も 31.5 倍に3ゴム重なっても強いんですけど、もうみんなわかると思うんだよね、これを誰と使うべきか。そう、カイドウなんですよ。カイドウってコンボ加算もないわ、どうしてもね、スキルもね重いわで、結構使いづらさもあったし、何より離脱戦ができなかったんですよ。あのカイドウってリアリティが26以下縛りがあるから、まあそれこそ無理やりローを入れてあげるとかね、それか、まあ、例えばだけどクロロとか入れたらもう一枠抜きとかになっちゃうんでね。そう、なかなか76リダチェンが難しいカイドだったんだけど、このマリウスを使うことでマリウス自身をリダチェンすればいいから、リダチェン枠がいらなくなるんですね。そう、リダチェン枠がいらなくなるから、こいつ自身が火力枠かつ自分自身でリダチェンしてくれるんですよ。そう、これによってカイドウの76運用がめっちゃ簡単になった上にコンボ加算も持ってるから、もうカイドウの弱点をこのマリウスが全て補ってくれてるんですね。今日はこの壊れキャラすぎるマリウスを実際に使っていこうと思います。もうカイドウの相方はね、76運用だったらマリウス一択かな。65だったら全然ねカイドウでもいいですけど、マリウスの方がコンボ加算が増えるんで安定感はもはや増えるのかなと思います。その代わりね、あのリーダースキル発動条件がね、そう、4色攻撃なんでね、ちょっとめんどくさかったりしますけど、それでもぶっ壊れてますね。はい、編成、まずリーダー並です。スキブチェーン2つに毒目覚め、そしてこちら延期武器です。これはね、封印耐性武器なんでも OK です。はい、封印耐性武器つけてください。マリウス、スキブに無効感染剤にローでリダチェンしていきます。はい、リダチェン武器継承です。なんなら今回リダチェンで使えますけど、6号も全然強いと思う。6号も普通にありだと思う。76が強いと思うけど、6号も全然悪くないと思うよ。でボルケーノ、スキブ、ドラゴンキラー、無効感で、こちらアトリブ器継承です。そしてブリ、回復エルジチェーン2つにスキブ潜在、そしてリナインバース継承です。そしてカイドウ、チェーン2つ無効感に、こちらマム武器継承で、最後フェレンドカイドウがチェーン2つ無効感にラフィーヌ武器で5色攻撃強化武器つけていきます。はい、でカイドウとかさ、ボルケーノって5色攻撃強化武器なかなかつけれなかったんだけど、76運用してあげたら全然6色なんて組めると思うのね。だからもう明らかに強くなった。今日はこちらの演奏を使って実際に百式で遊んでいこうと思います。カイドウ絶対強くなってるんでね、実際に使っていきましょう。オッケー、じゃあ途中からやっていきましょう。序盤はひたすらカイドウスキル試してリダチェンしてるだけです。言うてこの演奏スキル19なんで、そこも全然めんどくさくはないかな。でそんなこと言ってると盤面整理されちゃったので、一旦ここはアトリ打ってあげて殴っていきましょう。リダチェンもね、22ターンなんですぐできて特に問題はないかなって感じです。はい、なんで途中からかっていうと、6がミス。まあでも結局この映像の強いところって中盤からなんで、いいでしょう。序盤はね、リダチェン頑張る必要あったりするんで。はい。で、リダチェンまで終わると、こんな感じで、はい、火力が出せます。で、これ何が偉いかっていう話なんだけど、カイドウって、どうしてもさ、6号盤面だから、コンボ吸収に弱かったりとか、ね、特にてかコンボ吸収にめっちゃ弱いじゃんね。まずコンボ吸収にめっちゃ弱いし、まあ、さらに言えばなんだけど、コンボ吸収以外にもシンプルに盤面がどうしても組みづらかったりするんですよ。6号盤面だから欠損しちゃったりしてね。で、まあでも大抵の場合ね、カイドウ2枚詰めだからそこは問題ないんだけどね、まあ、特にコンボ吸収はね、コンボ吸収が実際結構めんどくさかったりするんですが、76運用にしてあげるとコンボ吸収が全くきつくないし、しかも火力も出しやすくなってると。そうなので、パズルもね、パズルはね、楽か大変かで言えば難しいけど、正直かなり強いです。まあでも実際ね、マジレスすると評価としては全然カイドウも強いから、一概にマリウスカイドウがぶっ壊れってわけじゃないよ。ただカイドウの上げ方としてはもちろん764でもかなり強いって感じ。あのね、特に76のルフィと76のルフィマリウスだったら、もう一択でルフィマリウスなんですよ。正直こっちは全然使い分けって感じだから、どっちも一長一短でいいところがあるんだけど、
やっぱりね、カイドウを実用性のある編成にするんだったらマリウスを相方にした方が圧倒的に強いかな。今こうやって見てもらえれば分かるんだけど、 HP がさちょっと減っちゃってるんですよ。カイドウカイドウの場合180万とか200万とかあるんだけど、ちょっと減っちゃってはいるんですね。ただ結局さ、実際200万とかいらない場面が多いじゃんね。戦術に至っても135万なんだから、そう考えると実際火力 HP って実際そんな積む必要はないんですよ。でそれ以上にカイドウの場合だったらコンボ加算とか、まあ、あの HP 積む必要がないは語弊があるけどね、もちろん2回耐久できたりとかメリットもあるんだけど、まあ、それだったらカイドウの場合とかだったら、そう、あの実際 HP いい感じに調整してあげて、それ以上にコンボ加算対策とかできた方が強いので、そういう点で評価が上がってるって感じになります。はい、間違いなく当たりキャラであることはもうね、てかね、マリウスはねもう引け出したんで勝ちやね、マジで。進化後進化前どっちも強いんで本当に。そうマジでね、最近のパズドラインフレが激しすぎてね、嘘つく必要がマジでないんですよね。全部最強だから。そうちょっと頑張って微妙めなキャラを紹介しようとかっていうのが全くなくて、ワンピースはもちろん今回のマリウスも超強いし、あのこの前のゲンガ種のカイシュとかプリムも心の底からあれぶっ壊れなんでね、間違いなく。そうだから本当に優秀なキャラばっかですね。で、あ、ここちょっと地味に覚醒も5回くないので1ターン待ちましょう。相手129万 HP あるから耐久は楽勝で、地味にね、若干エンハンスとかに関してもね、このマリウス返せますからね。そう地味にマリウス打つとこれで若干エンハンス返せるんで、殴っていきましょう。シーズンのマリウスの問題点はちょっと火力が低めなところかな。まあ仕方ないけど、どんぐらい出るんだろう火力。あの普通にね、超重力だからってのもあるんですけどね。マリウスの火力こんな感じです。15コンボで8億3億ぐらいか、ちょい低いよねやっぱり。だからカイドウのいいところで火力出せるってところあるから、やっぱりそこがちょっと残念ではある。ただまあカイドウ4色攻撃強化5つとか持ってるじゃない、6個とか持ってるから、まあ、しゃあないっちゃしゃあないけど、そこだね、弱点としてはやっぱり、うん、そこは明確に弱点かなと思います。はい、でこれ平積みで殴っていきましょう。一旦削りで、はい、平積みしていきます。めっちゃずれてるけど、相手マルシスの3個、まあ間違えた、マリウスの3個も加算があるから大丈夫。え、それは大丈夫じゃない、やばすぎ。波打てば耐えれるかな。2倍だった今、見てなかったな。一応保険波言っとこう、理由はちゃんと敵が何倍か見てなかったから。はい、これで、あでもボルケーノ打ってるし倒せそうだけどね。全然13コンボ組んで殴っていきましょう。どうだ、あ、ナイス、倒せますね。じゃあ無駄打ちだと、まあでもいいや、倒していきましょう。どうせあのこっからね全部耐えれるので、そうそう、大丈夫大丈夫、打っちゃっても問題は全くないので。はい、でここもしっかりと4色月支含んであげて9コンボ10コンボ11コンボで、これで半分まで削り、ナイスで、2パンしていきましょう。いいね、ブリ2連続はめっちゃいいね。で、全体攻撃入れながら突破していきましょう。やっぱカイドウの7六運用は快適でいいね、本当に。火力も出しやすいし、欠損もしづらいしね。はい、これで突破していきます。さあ、続きまして、エラドラ。ここはカイドウ打ってワンパンしていきます。てかカイドウの火力がマジで高え。いや普通にねカイドウが強え。いやハッケルって、でもさっきのルフィ編成の場合はルフィも強いけどマリウスも強かったんだけど、こっちの編成の場合はマジでカイドウが強いからマリウスも強いって感じやね。うん、さっきの編成とは違うね、これは明らかに。やべえ、回復ミスってる。あ、もう終わったかもこれ。ナイス、いや終わってはないんだけどさ、めんどくさかったから。ナイス、倒していきます。マジで強いね、さっきとは全然違う。本当にカイドウがただただ強いって感じ。
ただただカイドウが強い。はい、でここは減らしていきましょう。よいしょ。はい、平積み。パズル下手すぎやろ。ええって。13。はい。で、ここは3ターン待ってから突破していきます。7、6番面だから大丈夫でしょう。はい。7、6だしね。76だからね。ビッグマムの怒り、まあいいか別に、あんまよくはないな。ビッグマムの怒り空打ちしとくね。はい、倒します。まあ落ち着いて組んであげて、さあこれで6色含んだ全力コンボで突破していきましょう。カイドウ2人の火力が超高いから大丈夫だと思います。はい、このまま突破していきましょう。さあ続きましてボス2段階目、他も初手カイドウ絶対やね。いや、マム残ってるうちに火力出したいな。じゃあこれカイドウ打って、あ、ナインバース打ったら上書きしたのか。じゃあこのまま殴ります。行きましょう。140万 HP あるんでね、半分時の攻撃も絶対耐えれるので、これで最強火力でいきましょう。回復 L 字でブリの火力もちょっとだけ上げといて、さあ16コンボです。いいね、マリウスさん、マリウスさん、ナイス。うわ、そんな強いんだったら、いやでもな、ビッグマムのおかげなんでね、これは。さあ、カイドウ打ちましょう。ビッグマム武器のおかげなんでね。厳密にあれだから違うからな。倒しに行くわ。覚醒無駄なんていらねえだろ。いいんだよ、倒せばいいんだよ。いきます。ボルケーノは軽く出してくれる。いや、あとはマジでマジな話、本当に街道次第って感じだけど、行きましょう。闇1セットはきついけど、水2セット入ってるんでね、多分倒してくれると思います。さあ15コンボ組んであげて、さあこれで突破していきましょう。ということで今回は76街道を使って100式で遊んでみる動画でした。マリウスはね、やっぱりね、コンボ加算を補えるところとスキルの強さ的にも、あとはカイドウ76運用できるというところでもかなりね、安定感のあるリーダーって感じかな。で、カイドウの場合はマジで破壊系最強ぶっ壊れ火力って感じの、あと最強タンクって感じでめっちゃパワーがある。で、マリウスをリーダーにすると一気に耐久力もね、耐久力が下がるんですけど、その分安定感がめっちゃ増えて、いろんな難所を攻略できるかなっていうキャラになりました。これはね、正直マリウス使うかどうかはかなりね、好み分かれると思いますが、特にコンボ吸収とかが連発してくるダンジョンにおいては間違いなくマリウス優秀なキャラになると思いますので、ぜひ進化前の方もね、チェックしておいてください。ということで今回の動画も終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。